ダザイオさム。イサク、父アブラハムに語りて、父よ、という。彼答えて、子よ、我、ここにあり、と言いければ。創世紀、二十二の七。義のために、我が子を犠牲にするということは、 人類が始まってすぐその直後に起こった。信仰の祖と言われているアブラハムが、その信仰の義のために我が子を殺そうとしたことは、旧約の創世記に録されていて有名である。エホバ、アブラハムを試みんとて、アブラハムよ、と呼びたもう。アブラハム、答えて言う。 我、ここにあり。エホバ、イータマイケルは、何時の愛する一人ご、すなわち、イサクを携え行き、賢の山の頂において、イサクを犯罪として捧ぐべし。アブラハム、朝、つとに起きて、そのロバに蔵を置き、愛する一人ご、イサクを乗せ、神の、 おのれに示したまえる山のふもとにいたり、遺作をロバよりおろし、すなわち犯罪の滝木を遺作に背負わせ、我はその手に火と刀を取りて、二人ともに山を登れり。伊作、父アブラハムに語りて、父よ、という。彼答えて、こよ、我ここにあり、と言いければ、 さくすなわち父に言う。火ときにはあり、されど生贄の子羊はいずこにあるや。アブラハム・イーケルは、こよ、神自ら生贄の子羊を備えたまわん。かくして、二人もに進みゆきて、ついに山の頂に至れり。 アブラハム、弾を築き、焚き木を並べ、その子イサクを縛りて、これを弾の焚き木の上に乗せたり。すなわちアブラハム、手を伸べ、刀を取りて、その子を殺さんとす。時にエホバの使者、天より彼を呼びて、アブラハムよ、アブラハムよ、と言えり。彼言う。 我、ここにあり。死者のイいケるは、何時の手をわらべより放て、何をも彼になすべからず。何時は、その一人号も我がために惜しまざれば、我今、何時が神を恐るるを知る。うんぬ、うん、というようなことで、イサクは、どうやら父に殺されずに済んだのであるが、 しかしアブラハムは信仰の正しきものたることを示さんとして躊躇せず愛する一人息子を殺そうとしたのである。用の東西を問わず、また信仰の対象の何たるかを問わず、義の世界は悲しいものである。桜総五郎一大樹という活動写真を見たのは私の 七つか八つの頃のことであったが、私はその活動写真のうちの、総五郎の幽霊が悪大感を苦しめる場面と、それからもう一つ、雪の日の小別れの場を今でも忘れずにいる。総五郎が、いよいよ直訴を決意して、雪の日に旅立つ。我が家の格子窓から、子供らが顔を出して、別れを惜しむ。 トト様への、と、口々に泣いて、父を呼ぶ。宗五郎は、傘で自分の顔を覆うて、私船に乗る。降りしきる雪は、吹雪のようである。七つ八つの私は、それを見て涙を流したのであるが、しかしそれは、泣き叫ぶ子供に同情したからではなかった。 義のために子供を捨てる宗五郎の辛さを思ってたまらなくなったからであった。そうしてそれ以来、私には宗五郎が忘れられなくなったのである。自分がこれから生き延びていくうちに、必ずあの宗五郎の小別れの場のような辛くて叶わない思いをすることが二度か三度あるに違いないという予感がした。 私のこれまでの40年近い生涯において幸福の予感は大抵外れるのがしきたりになっているけれども不吉の予感はことごとく当たった。小別れの場も二度か三度どころではなくこの数年間にほとんど一日おきくらいに実に頻繁に演ぜられてきているのである。私さえいなかったら少なくとも 私の周囲の者たちが平安に落ち着くようになるのではあるまいか。私は今年すでに39歳になるのであるが、私のこれまでの分泌によって得た収入の全部は、私一人の遊びのために浪費してきたと言っても、あえて過言ではないのである。しかも、その遊びというのは自分にとって、 地獄の通句の焼け酒と嫌な恐ろしい騎女とのつかみ合いの形に似たる浮気であって、私自身何の楽しいところもないのである。また、そのような私の遊びの相手になって私の教王を受ける知人たちも、ただハラハラするばかりで少しも楽しくない様子である。結局、私は、 私の全収入を浪費して、一人の人間をも楽しませることができず、しかも、女房が七輪一つ買っても、これはいくらだ、贅沢だと小言を言う、自分勝手の亭主なのである。よろしくないのは、百も承知である。しかし私は、その癖を直すことができなかった。戦争前もそうであった。 戦争中もそうであった。戦争の後もそうである。私は生まれた時から今まで実に厄介な大病にかかっているのかもしれない。生まれてすぐにサナトリアムみたいなところに入院して、そうして今日まで十分の療養の生活をしてきたとしても、その費用は私のこれまでの酒タバコの費用の 十分の一くらいのものかもしれない。実に、べらぼうにお金のかかる大病人である。一族から、このような大病人が一人出たばかりに、私の身内の者たちは、皆痩せて、一様に少しずつ、寿命を縮めたようだ。死にゃいんだ。つまらんものを書いて、仮作だのなんだのと、 軽薄におだてられたいばかりに身内の者の寿命を縮めるとは、憎みてもあまりある極悪人ではないか。死ね。親がなくても子は育つ、という。私の場合、親があるから子は育たぬのだ。親が子供の貯金をさえ使い果たしている始末なのだ。ロバタの幸福。どうして私にはそれができないのだろう とても、いたたまらない気がするのである。路端が、怖くてならぬのである。午後3時か4時ごろ、私は、仕事に一区切りをつけて、立ち上がる。机の引き出しから財布を取り出し、内容をちらと調べて懐に入れ、黙って二重回しを羽織って、外に出る。外では、子供たちが遊んでいる。 その子供たちの中に私の子もいる。私の子は遊びをやめて私の方に真正面向いて私の顔を仰ぎ見る。私もこの顔を見下ろす。共に無言である。たまに私はたもとからハンケチを出してキュッとこの鼻を拭いてやることもある。 そうして、さっさと私は歩く。子供のおやつ、子供のおもちゃ、子供の着物、子供の靴、いろいろ買わなければならぬお金を、一夜のうちに紙くずのごとく浪費すべき場所に向かって、さっさと歩く。これがすなわち、私の小別れの場なのである。出かけたら最後、二日も三日も帰らないことがある。 父はどこかで義のために遊んでいる。地獄の思いで遊んでいる。命を懸けて遊んでいる。母は観念して下の子を背負い上の子の手を引き古本屋に本を売りに出かける。父は母にお金を置いて行かないから。そうして今年の4月にはまた子供が生まれるという。 それでなくても乏しかった衣類の大半を戦火で焼いてしまったので、今度生まれる子供の産みやら布団やらおしめやら全くやりくりの方法がつかず、母は呆然としてため息ばかりついている様子であるが、父はそれに気づかぬふりしてそそくさと外出する。ついさっき私は義のために遊ぶと書いた。義。 たわけたことを言ってはいけない。お前は生きている資格もない放落病の重患者に過ぎないではないか。それをまあ、義だなんて、盗人た竹たけしいとはこのことだ。それは確かに、盗人の三部の理にも似ているが、しかし、私の胸の奥の白絹に何やら細かい文字がいっぱいに書かれている。その文字は、 何であるか、私にもはっきり読めない。例えば、十匹の蟻が、墨汁の海から這い上がって、そうして、白犬の上をカサカサと小さい音を立てて歩き回り、何やら細かく細く、墨の足跡を描き印散らしたみたいな、そんな具合のかすかな、くすぐったい文字。その文字が全部判読できたならば、 私の立場の義の意味も明白に皆に説明できるような気がするのだけれども、それがなかなかややこしく難しいのである。こんな比喩を用いて私はごまかそうとしているのでは決してない。その文字を具体的に説明して聞かせるのは難しいのみならず危険なのだ。まかり間違うと、 花持ちならぬ、きザな、巨栄の栄端に似る恐れもあり、または、呆れるばかりにずうずうしい、面の皮千枚張りの奇弁、または、陰子邪教のお筆先、または、洞吹山氏の旧国政治団にさえ出する危険なしとしない。それらの不潔な白身と、私の胸の奥の白犬に書かれてある、蟻の足跡のような文字とは、 本質において全く異なるものであるということには私も確信を持っているつもりであるが、しかしその説明はできない。また現在しようとも思わぬ。キザな言い方であるが、花開く時節が来なければ、それははっきり解明できないもののようにも思われる。今年の正月十日日頃。 寒い風の吹いていた日に、今日だけはうちにいてくださらないとうちの者が私に言った。なぜだお米の配給があるかもしれませんから。僕が取りに行くのか。いいえ。うちの者が二三日前から風邪をひいてひどい咳をしているのを私は知っていた。 その半病人に配給のお米を背負わせるのはむごいとも思ったが、しかし私自身であの配給の列の中に入るのもすこぶる大義なのである。大丈夫かと私は言った。私が参りますけど、子供を連れて行くのは大変ですから、あなたがうちにいらして子供たちを見ていてください。お米だけでも、 なかなか重いんです。うちの者の,の目には涙が光っていた。お腹にも子供がいるし、背中に一人おんぶして、もう一人の子の手を引いて、そうして自身も風邪気味で一と近いお米を運ぶ苦難は、その涙を見るまでもなく私にもわかっている。いるさ、いるよ、うちにいるよ。 それから30分くらい経って、ごめんください、と玄関で女の人の声がして私が出てみると、それは三鷹のあるおでん屋の女中であった。前田さんがお見えになっていますけど、ああ、そう。部屋の出口の壁に吊り下げられている二重回しに私はもう手をかけていた。 とっさにうまい嘘も思いつかず、私は隣室のうちの者には一言も何も言わず二重回しを羽織って、それから机の引き出しをかき回し、お金はあまりなかったので、今朝雑誌社から送られてきたばかりの小合わせを三枚、その封筒のまま二重回しのポケットにねじ込み、外に出た。外には上の女の子が立っていた。 子供の方で間の悪そうな顔をしていた。前田さんが一人で。私はわざと子供を無視しておでん屋の女中に尋ねた。ええ、ちょっとでいいからお目にかかりたいって。そう。私たちは子供を残して急ぎ足で歩いた。前田さんとは 四十を超えた女性であった。長いこと、有楽町の新聞社に勤めていたという。しかし、今は何をしているのか、私にもわからない。その人は、2週間ほど前、年の暮れに、そのおでん屋に食事をしに来て、その時私は、年少の友人二人を相手に泥酔していて、ふとその女の人に話しかけ、私たちの席に参加してもらって、 私はその人と握手をした。それだけの付き合いしかなかったのであるが、遊ぼう。これから遊ぼう。大いに遊ぼう。と私がその人に言ったときに、あまり遊べない人に限ってそんなに意気込むものですよ。普段ケチケチ働いてばかりいるんでしょう。とその人が普通の音声で落ち着いていった。私はドキリとして、よし。 そんなら今度会った時、僕の徹底的な遊びぶりを見せてあげる。と言ったが、内心は嫌なおばさんだと思った。私の口から言うのもおかしいだろうが、こんな人こそ本物の不健康というものではなかろうかと思った。私は苦悶のない遊びを憎悪する。よく学び、よく遊ぶ。その遊びを肯定することができても、 ただ遊ぶ人、それほど私をイライラさせる人種はいない。バカな奴だと思った。しかし、私もバカであった。負けたくなかった。偉そうなことを言ったって、こいつはどうせ俗物に違いないんだ。この次にはうんと引っ張り歩いて、小突き回して、免費をひんむいてやろうと思った。いつでもお相手するから、 気の向いた時にこのおでん屋に来て、そうして女中を使って僕を呼び出しなさい。と言って握手をして別れたのを、私は泥酔していても忘れてはいなかった。と書けば、いかにも私一人高潔のいい子のようになってしまうが、しかしやっぱり泥酔の果ての過当な薄汚いお色気だけのせいであったのかもしれない。いわば、 同相愛るという周回な図に過ぎなかったのかもしれない。私はその不健康な悪魔のもとに急いで出かけた。おめでとう、新年おめでとう。私はそんなことを前田さんに照れ隠しに言った。前田さんは前は洋装であったが、今度は和服であった。おでん屋の土間の椅子に腰掛けて、 タバコを吸っていた。痩せて背の高い人であった。顔は細長くて青白く、おしろいも口紅もつけていないようで、薄い唇は白く乾いている感じであった。かなり土の強い金眼鏡をかけ、そうして眉間には深い縦じわが刻まれていた。要するに、私の最も好かない種族の養殖であった。 千夜の水岸には、もう少しマシな人に見えたのだが、今シラフでまともに見て、さすがにうんざりしたのである。私は、ただやたらにコップ酒をあおり、そうして、主におでん屋の女将や女中を相手におしゃべりした。前田さんは、ほとんど何も口をきかず、お酒もあまり飲まなかった。今日は、 バカに神妙じゃありませんか。と私は実に面白くない気持ちでそう言ってみた。しかし前田さんは顔を伏せたままふんと笑っただけだった。思い切り遊ぶという約束でしたね。と私はさらに言った。少し飲みなさいよ。こないだの晩はかなり飲みましたね。昼はダメなんですの。 昼だって夜だって同じことですよ。あなたは遊びのチャンピオンなんでしょうお酒はプレイのうちに入りませんわ。と、小まいきなことを言った。私はいよいよ今日ざめて、それじゃあ何がいいんですか接吻ですか色ババアめ、こっちは小別れの場まで演じて遊びの付き合いをしてやっているんだ。私、帰りますわ。 女はテーブルの上のハンドバッグを引き寄せ、失礼しました。そんなつもりでお呼びしたのでは、と言いかけて泣き面になった。それは実にまずい顔つきであった。あまりにまずくて哀れであった。あ、ごめんなさい。一緒に出ましょう。女はかすかにうなずき、立ってそれから鼻を噛んだ。 一緒に外へ出て。僕は野蛮人でね、プレイも何も知らんのですよ。お酒がダメなら、困ったな。なぜこのまますぐにお別れができないのだろう。女は外へ出ると急に元気になって。恥をかきましたわ。あそこのおでん屋は私、線から知っているんですけど、今日あなたをお呼びしてっておかみさんに頼んだら、 とても嫌な変な顔をするんですもの。私なんかもう女でも何でもないのに嫌ね。あなたはどうなの男ですかいよいよ気ザなことを言う。しかしそれでも私はまださよならが言えなかった。遊びましょう。何かプレイの明暗がないですかと気持ちとまるで反対のことを足元の石ころを蹴って 私のアパートにいらっしゃいません今日は初めからそのつもりでいたのよ。アパートには面白いお友達がたくさんいますわ。私は憂鬱であった。気が進まないのだ。アパートに行けば素晴らしいプレイがあるのですか。クすっと笑って何もありゃしませんわ。 作家って案外現実家なのね。そりゃ、と私は言いかけて口をつぐんだ。いた。いたのだ。半病人のうちの者が白いガーゼのマスクをかけて下の男の子を背負い寒風に吹きさらされてお米の配給の列の中に立っていたのだ。うちの者は私に気づかぬふりをしていたが、 そのそばに立っている上の女の子は私を見つけた。女の子は母の真似をして小さい白いガーゼのマスクをして、そうして白昼酔って変なおばさんと歩いている父の方へ走ってきそうな気配を示し、父は息の根の止まる思いをしたが、母は何気なさそうに女の子の顔を母のね,んねこの袖で覆い隠した。 お嬢さんじゃありません冗談じゃない。笑おうとしたが、口が歪んだだけだった。でも、感じがどこやら、からかっちゃいけない。私たちは、配給所の前を通り過ぎた。アパートは、遠いんですかいいえ、すぐそこよ。いらしてくださるお友達が喜ぶわ。 うちの者のにお金を置いてこなかったが大丈夫なのかしら。私は油汗を流していた。行きましょう。どこか途中にウイスキーでも譲ってくれる店がないかな。お酒なら私用意してありますわ。どれくらい現実かね。アパートの前田さんの部屋には 三十歳をとうに超えて、やはりどうにもまともでない感じの女が二人遊びに来ていた。そうして、色気も何もなく、いや、色気に怯えて発狂気味とでも言おうか、男よりも乱暴なくらいの態度で私に向かって話しかけ、また女同士で哲学だか文学だか美学だか、何のことやらまるでちっともなっていない、 アホ臭い限りの議論を戦わすのである。地獄だ、地獄だと思いながら、私は、いい加減の受け答えをして酒を飲み、牛鍋をつつき散らし、お雑煮を食べ、こたつに潜り込んで、寝て、帰ろうとはしないのである。義義とは。その解明はできないけれども、 しかし、アブラハムは一人子を殺さんとし、総五郎は小別れの場を演じ、私は意地になって地獄にはまり込まなければならぬ。その義とは、義とは、ああ、やりきれない男性の悲しい弱点に似ている。